岩田屋。岩田屋、岩田屋、A 賞、岩田屋は、福岡県福岡市中央区天神に本店を置く、三越伊勢丹ホールディングス傘下の日本の百貨店。長らく同米法人によって運営されてきたが、三越伊勢丹グループの経営統合により、現在は株式会社岩田屋、三越の運営となっている。天神本店の売り場面積は、本館。 新館合わせて四万八千五百メートル。博多の川端にあった、五福祥紅屋久兵衛の店で奉公した後、隣接する、城下町福岡の大区町にあった、薬首相、畳屋を営んでいた、小右衛門の,の小右衛門の養子となって引き継いでいた、中村小右衛門が、同じ福岡の本町にあった、五福祥丸、田屋平七から岩田屋の屋号と、五福祥観察を譲り受けて、 薬首相から転業し、1754年、法歴4年に、福岡で、岩田屋五福店を開いたのが始まりである。明治維新後の武家の没落を受けて、城下町だった福岡の需要が減少して、急速に商店街が錆びれたため、1877年、明治10年に隣接する商人の町博多の、事町に支店を出して進出した。 この博多支店は1893年、明治26年に日本の伝統的な長愛を止めて西洋式の墓器を導入し、1903年、明治36年に初代中村九平が博多支店で従来の掛け売りを止めて小札販売に切り替えるなど近代化を進めたことが成功して1906年、明治39年には売上高約11.1万円を あげて、博多で、トップの五福店へと成長した。博多支店を経営していた、初代、中村喜平は、大衆向けの商売への進出を目指して1931年、昭和6年に、博多部の工事や町の3階建ての洋館に、医療品と日用雑貨を扱う、売り場面積150坪の岩田山跡を開いたが、規模の小ささから来る。 品揃えの悪さなどが響いて業績が低迷し、一年ほどで閉店した。この経験から大衆向けの販売を行うには、ある程度の規模を持つ百貨店としての営業が不可欠と考えて、その出店用地を探すこととした。候補地として博多部の土井町や、当時の博多財界の有力者だった東方生命保険社長、 大田製造が所有していて、ビルを建てて賃貸するとの申し出があった第二次、世界大戦後に、博多大丸が進出した博多部の五副長、そして、後に、電力王と呼ばれた、松永安左衛門から進められた九州鉄道、二台、の、天神福岡駅、現在の西日本鉄道の西鉄福岡、天神駅周辺の三つの有力であった。中村木平も、元より、 博多の人間じゃから、博多のうちでやりたいという気持ちもあった上、1920年、大正9年に、福岡、天神町二日市間で開業したものの、福岡の駅があった天神町、天神の町は、住宅地で集客力がなく、電車がガラガラだったこともあって悩んでいたが、松永安左衛門が紹介した、小林十三が、阪急百貨店の成功を引き合いにターミナルデパートの、 開設を推奨したため、将来性のある天神町での開設に踏み切ることにした。そして1935年、昭和10年に、九州では初のターミナルデパートで、福岡では4番目となる百貨店を開設する構想を発表し、同年5月にそのための運営会社として、株式会社岩田屋を設立した。この構想は、当時の人口、 約2 7万人だった福岡に4つの百貨店は多すぎるなどとして地元の小売省が商工省に陳情書を提出するなど反対運動を引き起こしたがそれを乗り越えて1936年昭和11年10月7日に福岡駅に隣接するターミナルデパート岩田屋を開業し開業初日に10万人を超える買い物客を集めるなど 集客面では成果を上げたものの売り上げは五百二十五円四十九銭と予想を下回ったという。また、福岡松屋との安売り競争や閉店時間延長合戦は地元商業界や利用者の話題となった。九百四十八年、昭和二十三年八月に、西鉄街、天神市場、新店長稲葉町の代表とともに、都心連盟、現、 都心会を結成し、岩田屋だけが突出しないように運営経費も、発言権もすべて平等にするように配慮しながら、天神の発展ために協力し合うこととし、1949年、昭和24年に、都心会と解消するとともに、歳末共同売り出しを行って、実質的なスタートを切った。そして、都心会の枠組みで、博多のど真ん中都心会をキャッチフレーズに共同で、 西日本鉄道大牟田線沿線に宣伝カーを走らせたり、北九州市や地区筑地区地方まで共同でチラシを配布するなど共同で反則に努め、さらには1952年、昭和27年からの東海恵比寿の招致、1954年、昭和29年からの従業員の福利厚生としての保育園の設置などを行うなど、自社の集客力だけに頼らずに、 天神の商店街の発展に協力し、天神は繁華街へと急速に発展して、昔からの商人の街の伝統からショートと呼ばれていた、博多部を凌画して、九州最大の繁華街となることに、大いに貢献した。また、1947年、昭和22年4月には、中村滝平が会長に就任し、長男の中村喜一郎が32歳で社長に就任した。 第二次世界大戦後は、1947年、昭和22年5月に、大分県日田市に、北岩田屋を開店したのを、川切、り、1963年、昭和38年2月には、長崎県長崎市の浜屋百貨店と、業務提携し、1965年、昭和40年には、北九州市戸畑区に、戸畑岩田屋、1972年、 昭和47年5月には、福岡県久留米市の西鉄久留米駅前に、久留米岩田屋、1973年、昭和48年10月には、熊本県熊本市に、九州産業交通などが開設した、バスターミナルの熊本交通センターの一角に、岩田屋伊勢丹ショッピングセンター、伊勢丹、熊本交通センターとの合弁、1981年、 昭和56年6月に、西陣岩田屋と、相次いで出店して、急速に横転化し、九州最大の百貨店チェーンにの試案があった。また、1963年、昭和38年8月には、伊藤忠商事との共同出資でサニーを設立して、スーパーマーケットの経営に乗り出して、後に上場時課目前にまで成長させたほか、1987年、 昭和62年4月1日には、ファミリーマートと合弁で同社のエリアフランチャイジーである、アイファミリーマートを設立して、コンビニエンスストアにも乗り出して300点以上、1999年、平成11年8月末で303.2まで成長させるなど多業態でのチェーン展開にも成功し、九州の小売業を代表する存在に成長した。 戸畑岩田屋が百貨店空白地を狙った立地が裏目に出て、小倉と黒崎の商業集積との競合に敗れて1977年、昭和52年に閉店に追い込まれ、熊本では地元の強い反対で進出当初は、百貨店としての営業が禁じられるとともに、ライバルの地元百貨店、鶴屋百貨店などが増傷するなど不利な条件に、 置かれたことから業績が低迷したことから岩田屋や九州産業交通などが手を引いたため1993年平成5年3月に熊本岩田屋として単独で抱え込んだものの久留米岩田屋に営業を遺憾した2000年平成12年2月までに100億円もの累積赤字を抱え北田屋元初の京弁鉄道駅跡から JR 田駅前に移転して田市内だけでなく クス軍、ヒタ軍を含む、周辺地域全体から顧客を集めたものの、収益面では問題があったため1993年、平成5年9月に、久留米岩田屋に九州合併させて、久留米岩田屋ヒタ店にする羽目に陥り、西陣岩田屋も、郊外型ショッピングセンターなどとの競合で1997年、平成9年に1 3 2 3億円あった。 売上が3年後の2000年、平成12年には76.3億円と42.4%も落ち込んで債務が年少の1.6倍を超える124.7億円となるなど大転化は収益面や財務面で大きな問題をもたらすことになった。その結果2002年、平成14年2月末には西陣岩田屋と 熊本や日田を抱え込まされた、久留米岩田屋が、債務超過に陥る状況になり、岩田屋の経営再建計画の一環として2002年、平成14年8月に、北岩田屋、2003年、平成15年2月に、熊本岩田屋と、西地に岩田屋を閉店して、本店と久留米店の2店体制に縮小し、大転下路線は、失敗に終わった。西鉄福岡駅。 当時の南側への移設とそれに伴う新ターミナルビル、ソラリアターミナルビル建設に伴って、福岡三越が開業することが決まった際には、隣接して計画された、駅直結の再開発ビル、ソラリアステージビルに、各店舗として出店を依頼されたが、フロアの構造などの問題から断って、近隣に建設された NTT 跡地のビルを全館借り入れて1996年、 平成8年9月に若者向けを主体とする Z サイドを新設して対抗したが、天神地区で新たに700億円の売り上げが上乗せされるとの見通しから年三350億円を見込んで、初期投資として約350億円を投じたものの、全体の売り上げがあまり増えない中で伸び悩み、初年度の売り上げは、社内の慎重派が唱えた2百億円を大きく割り込み、課題投資となって、 大きな負担となった。また、委託仕入れによる、同質化やあら利益の低さを問題視して買い取り、仕入れへ切り替えて、自主編集売り場を拡張することを唱えていた各社を、信奉して親密になっていた、当時の社長、中村健一が推し進めた買い取り仕入れによる、自主編集売り場への取り組みが、テスト的に行われた売り場で順調な数値を見せていた、ことに自信を深めて徐々に拡大し、 Z サイドではかなり大規模に導入されたが実際にはテスト段階では良好な数字を作るためにもともと粗利益の高い商品分野で展開されていてよく見えていただけでコンサルタントを導入して進められたスキルアップ研修などの効果は現れておらず実際には現場の従業員は買い取り仕入れによる自主編集で売れ残りの損失を避けながら十分な売り上げを上げる ノウハウに欠けていたため、大量の不良在庫の発生や売り上げの低迷を招いて失敗に終わった。こうして収益の大半を稼ぎ出す本店も営業政策を誤ったため、1999年、平成11年2月期には連結で、債務超過額が309億円に達する状況に陥ることになった。300億円を超す、 大幅な債務超過に陥ったことを受けて、保有資産売却による借入金の返済と財務の立て直しに取り組むことになり、百貨店創業の地であり、主力店舗でもあった本店の本館と新館を、続き学園グループに約205億円で売却する契約を1999年、平成11年8月に結び、2004年、平成16年に本店機能を Z サイドと隣接して計画されていた NHK 福岡放送局跡地のビルに移す構想を打ち出した。売却後も移転実現まで引き続き使用できる契約だったためその後も営業を継続しながら新幹建設が進められることになり福岡への岩田屋の長年の貢献を評価していた福岡財界の主要企業12社が 福岡自称を中心に出資して作った新会社福岡新都心開発で新しい本店の一部となる建物の建設を進められた。また、1999年平成11年10月にはコンビニエンスストアの i イファミリーマートの保有株をファミリーマートに売却するなど資産売却による財務の建て直しに取り組んだが2001年平成13年2月期には 岩田屋本体の単独でも約57億円の債務超過に陥ったため同年7月に増資を行って債務超過を約41億円に圧縮し8月にはスーパーのサニーの保有株を38億円で声優に売却してほぼ団体の債務超過を解消して2001年平成13年8月期には連結でも債務超過を 約165.84億円まで削減するなど自主経営を維持しながら再建に取り組みを進めた。保有する資産価格の低下などで2002年平成14年2月期に連結での債務超過が約320億円に再び拡大したため自主的な資産売却などでの再建だけでは抜本的な立て直しは困難との判断から2002年平成14年に 全国銀行協会などがまとめた、指摘整理に関するガイドラインに基づく、金融機関による約280億円、福岡銀行約110億円、水保コーポレート銀行約140億円などの再建放棄、創業家中村家の経験の返上、伊勢丹による出資と社長の派遣、さらなる資産売却や店舗閉鎖などが盛り込まれた再建計画が策定された。 その結果同年5月23日の株主総会で、中村拓一郎会長、中村健一社長らが退任して、同日の取締役会で従来からアドを通じて、商品仕入れなどで交流のあった伊勢丹出身の社長が就任して、中村家による独立した経営に終止符を打ち、伊勢丹の参加に入った。そして8月には50%の原止とともに、 福岡銀行や伊勢丹などが約22億円の第三者割当増資を引き受け、9月30日には西陣岩田屋や北岩田屋、ダダビルなど20の不動産を一括して119億円で東京建物に売却したほか、久留米店を除く全支店、北、熊本、西陣の閉鎖し、本店も自主再建に取り組んでいた時の予定通り2004年。 平成16年に、旧本店本館を閉鎖して、旧 Z サイドを本館、NHK 跡地に建設されたビルを新館とする、店舗に本店を移すなど伊勢丹と銀行が主導する、形で再建が進められた。その後2006年、平成18年2月に、伊勢丹が株式公開買い付け、TOB で過半数まで買いまして子会社化された。2008年、 平成20年4月1日、当時の岩田屋の親会社、伊勢丹と同じ天神地区に福岡店を出店していた三越が持ち株会社、三越伊勢丹ホールディングスの下で経営統合をした際にも同日から行われた誕生祭セールでは伊勢丹グループの一員として加わり、三越福岡店と住み分けを図り、共存共栄関係を維持するものと見られていた。しかし、 三越伊勢丹ホールディングスが全国で地域単位での再編に方針転換して参加にあって隣接している福岡三越との経営統合をすることにしたため2009年平成21年10月に株式交換により完全子会社化され福岡証券取引所への株式上場は同年10月7日で廃止されたそして2010年平成22年10月1日 法人としては2代目、福岡三越、三越福岡店を会社分割で再分離を吸収合併し、岩田屋は株式会社岩田屋三越が運営する百貨店として新たなスタートを切った。この再編にあたっては、福岡で知名度が高い岩田屋のブランド名を全面に出すことになった。先日の通り松永安左衛門が創業者の小林十三を 中村木平に紹介した、阪急百貨店、大手百貨店の一つで、売上高第6位 H2、AH、オーリテイリング参加は、皮肉にも2011年、平成23年開業の博多駅駅ビル、JR 博多シティに入居することが決まったため、博多阪急、売り場面積4万4千メートル、その阪急百貨店に対抗するため天神岩田屋の、売り場面積拡張、 新店舗建設も検討されたが、不況や再編もあって2010年、平成22年に断念する方針が明らかにされた。1936年、昭和11年10月7日に福岡駅に隣接する九州では、初のターミナルデパートとして開業したもので、天神を九州の商業の中心地に変貌させるのに貢献した九州では、最大の百貨店で2008年、 平成20年には、九州では、トップとなる約870億円の売り上げを上げている。1972年、昭和47年5月には、福岡県久留米市の西鉄久留米駅前の現在地に、久留米岩田屋として開業し、2004年、平成16年まで子会社の株式会社久留米岩田屋として営業していたが、 現在は本体に移管されて、岩田屋久留米店となっている。近年は、2010年、平成22年11月17日に、北市のバスセンター発着、特製弁当付きの買い物バスツアーを初めて実施して、北岩田屋時代からの顧客に、買い物の便を提供してつなぎ止めるなど、かつての店舗網を活かした売り上げ確保にも取り組んでいる。 2013年5月より、屋上のミニ遊園地、フードコートが再整備、再開放された。いずれも福岡県に所在、大分県日田市にあった大分県西部で唯一の百貨店。1947年、昭和22年5月に、岩田屋の初の百貨店としての支店である、北岩田屋として、日田市の中心市街地の一角にあった京弁鉄道の駅の跡地に開業。 あとに、JR 北駅前に移転して、北市内だけでなく、九州軍、北郡を含む大分県西部全域から集客したが、財務面の問題から1993年、平成5年9月に、久留米岩田屋に九州合併されて、久留米岩田屋北店になった。閉店した前後は、黒字店舗であったが、経営再建の一環としてを2002年、平成14年8月に閉店。 東京建物に西陣岩田屋などと共に売却されたが、商業の衰退を恐れた日田市などの招致により、跡地に大分の百貨店時和の子会社のスーパートキハインダストリーの進出が計画され、2003年平成15年4月に日田市が土地と建物を3億7658万円で購入したものの、当てにしていた中心市街地東商店街、 商業集積活性化施設等整備事業の補助金の利用ができなかったため断念に追い込まれ、分譲マンションになった。1965年、昭和40年に北九州市戸畑区中本町に戸畑岩田屋として開業したが、百貨店空白地を狙った立地が裏目に出て、小倉と黒崎の商業集積との競合に敗れ、1977年、 昭和52年に閉店した。同年、閉店後の建物に、丸食戸端店が出店したが、三里部、戸端ファッション館への業態変更を経て撤退。建物は、その後解体され、跡地にはマンションが建設された。1973年、昭和48年10月に、九州産業交通などが開設した、バスターミナル、熊本交通センターの一角。 熊本県熊本市桜町3-22に、伊勢丹、熊本交通センターとの合弁で、岩田や伊勢丹ショッピングセンターとして開業。熊本商工会議所の百貨店審議会で、百貨店としての進出が拒否されたため、ショッピングセンターとして開業し、1974年、昭和49年7月に、百貨店に切り替えたものの業績低迷が続いた。 1993年、平成5年3月には伊勢丹が撤退し、単独運営の熊本岩田屋となった後も損失が膨らみ、久留米岩田屋に営業を移管した2000年、平成12年2月までに累積赤字は100億円に達した。営業移管後は、久留米岩田屋熊本店として営業し、九州産業交通が家賃を年10億円から9億円に減額するなどの、 対応をした結果、2001年、平成13年2月期には1.85億円、2002年、平成14年2月期には約3億円の形状黒字を形状して、単年度収支では黒字転換していたが、経営再建の一環として2003年、平成15年2月11日に閉店した。撤退表明時には、ウボによる独立も模索されたが、 岩田屋側が拒否して実現せず、地元在会人が2002年、平成14年10月に、県民百貨店を設立して、阪神百貨店と提携し、熊本阪神として、店舗と従業員の大半を引き継いで、熊本岩田屋の閉店から10日後に開業した。その後、自社での運営ノウハウがついたとして、阪神百貨店との業務提携を終了し、 県民百貨店として営業していたが、再開発に伴う移転先の確保ができなかったことなどを理由に2015年、平成27年2月28日をもって閉店している。福岡市営地下鉄の開業による郊外の発展を見込んで1981年、昭和56年6月に福岡市沢楽西陣の福岡市営地下鉄、西陣駅に直結している。 西陣エルモールの各店舗西陣岩田屋として開業し、1997年、平成9年には売上高132.3億円を上げていた。しかし、3年後の2000年、平成12年には郊外型ショッピングセンターなどとの競合で売上高が76.3億円に落ち込み、債務は年少の1.6倍を超える124.7億円となった。 2002年、平成14年2月末には、債務超過に陥り、2003年、平成15年2月に閉店した。跡地は、北岩田屋などと一緒に、東京建物に売却され、取得した、東京建物が運営する、専門店街、プラリバとして2003年、平成15年4月25日に開業した。2002年、平成14年に、 西陣岩田屋と専門店街の合計で約100億円あった売り上げは減少傾向に歯止めがかからず、プラリバの売り上げ高は2010年、平成22年に約71億円となり、老朽化に伴う回収費、約40億から50億円を賄えないとして、商業施設を縮小して、タワーマンションを含めた複合施設への建て替えの検討が行われている。 発行済み株式の27.2%を保有している持ち分法連結市会社。岩田屋五服天時代から長方形の中に岩の文字を入れた角外印の紋章を使用していた。長い間買い物客に親しまれてきたマークだったが、1981年に岩田屋は CI を実施。I をモチーフに中央から3方向に水が噴き出すのをイメージした。 泉のマークに変更した上記にある岩田屋久留米店にマークを確認することができる。特撮怪獣映画、空の大怪獣ラドンの作中では、怪獣ラドンより岩田屋が破壊されるシーンがあるが、後述、この泉のマークがあたかもラドンを衣装にしたかのように見えるため、自社を破壊した怪獣をマークにしているデパートと評判を取った。格外員は、 天神岩田屋の外壁や事例、株検討等といった公的な立場での取り扱いに縮小された。さらに岩田屋と A の未小文字としたアルファベットロゴの使用も開始したなおこの書体は岩田屋関連会社の浜屋百貨店で浜屋として現在も使用。しかし2004年、現在の本館と新館の開業に合わせ、各外員を復活させる。アルファベットロゴは 伊勢丹と同じ書体に変更となり、現在も包装紙や紙袋などに記されている。包装紙は1959年に制作されたものを現在でも使用している。岡田健造によってデザインされた包装紙は白地に様々な青色の模様が施されている。パッと見ると何の模様かわからないが、人々が普段使用している日用品や衣類、建物などを表している。 だが一時期、岩田屋のロゴを表示しなかったことがあり、話題になった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。